クロスケイスケです。というわけで今日は10月の2日、今17時20分ぐらいなんですけど、今日からですね、2泊3日でとある撮影というか出演というかでとある場所に来てます。で、ホテルの部屋こんな感じとか、なんかちょっとルームツアーするか。というわけでちょっと隣の部屋が誰いるとかわかんないんで、ちょっと静かめに行こうかなと思うんですけど、こんな感じで、なんかちょっとあれねって感じです。ちょっともう汚してるっていうかあれなんですけど、ベッドはこんな感じ。はい、でお風呂場、トイレこんな感じ。まあ普通かな。てか隣の部屋が誰かわかんないから、どれぐらい騒いでいいのかっていうか、騒いじゃダメだけど、ちょわかんない感じっすねっていう感じで今日は来てます。はい、ということで今日からね、2泊3日なんで、ちょっとそれぞれどっかに行ったりとか、合間にカメラ持ってって回しておこうかなと。とある会社員 YouTuber のんちゃらかんちゃらみたいな感じで上げてると思うんですけど、そうじゃないかもしれないけどね。というわけでちょっと早速、次は18時30分からリハがあるらしいんで、僕はね、2泊3日全3日予定なんですけれども、行きたいかなと思います。というわけで、朝ちょっとね、そのままホテルチェックインして、部屋ルームツアーできなかったんですけども、僕が泊まってる部屋、今回のお仕事で僕が泊まってる部屋、ちょっと紹介していこうかなと思います。かなりいいですね。まあ、どういうランク帯のホテルなのかちょっとわかんないですけど、ビジネスホテルにしてはかなり豪華な感じがする。まあ、結構こういうお仕事、基本的にアパホテルに泊まらせていただくことが非常に多いんですけども、今回僕が泊まるホテルはかなりいいですね。いいですねというか、すごいいいように見える。ソファーなんかもあったりして、こっからの景色もまあ都心というかなんというか、まあ、こういう感じで、トイレもユニットバスだったんですけど、すごい綺麗でしたね。昔よし、まあ、こういう感じでちょっとね、エクスロックパーク2020のねお仕事がありますので、まあ、リハーサル今日1日終わって、明日1日目本番、そして明後日2日目本番、頑張っていきたいなと思います。明日もまあちょっとね、回せるところがあれば回していきたいなと思うんですけども、結構ね、会場全体は何だろう、回しづらい、そもそも感染症対策のきっちりやられますんで、あんまりね、誰かとこう喋ったりしながら動画を撮ったりってもかなり難しいというか、逐一ね感染症対策を取らないといけないんで、なかなかそういうところは取れないかもしれないんですけど、まあ控え室だったり回せるところを回していこうかなとはちょっと思ってますね。あ、撮れそうなとこあったら撮りたいしね。まあ、ただ明日は多分ね、夜クロスケと終わったら、釣りに行くつもりなんで、そっちをねまた別の動画になるか、これと一緒になってるかは分からないですけれども、そっちの方もね、ログ撮っていきたいなと思います。今日これからちょっとね、インスタライブしようと思うんですけど、その模様もちょっとこれ撮っときてえな。ただ三脚持ってくるの忘れたんだよな、スマホスタンド的なものがちょっとないから、なんか支えるのがねなくて、これの周囲もこれスマホ用のやつじゃないから、そのままになってるから、どう撮ろうかっていうのも思ってるんですけど、まあ、普通に飲んでるところをあれしてもいいけどね、そもそもスマホあれだから。まあ、なのでちょっと一旦、はいはい、というわけで今は10月3日0時21分になったところです。リハーサルが終わって帰ってきました。かなり長かったんですけど、なんかね、入り時間が18時30分って言われてたから18時30分に行ったんだけど、リハ始まったのは21時半ぐらいからで、なんか実際ちょっと早めに来てねっていう感じで、待ち時間がめっちゃ長かった感じでした。まあ、楽しかったからよかったんだけどね。そう、久しぶりに YOSHIKI もね、今日来てて、皆さんの知ってる YOSHIKI ですよ。YOSHIKI と話したりとかしてて、なんだかんだ一周ってね、リハはではなったんだけど、リハがね、思ったより長かったのとね、
やっぱね、ちょっと緊張するのと、でっかい画面とかでさ、いろいろファーって見たりするから、緊張とかもあってね、結構精神的にかな、疲れました。はい。明日から本番なんですけどね、楽しみです。で、明日は15時入りとかで、ね、かなりゆっくりなんで、この後、まあご飯食べてないんでお腹空いたんですけど、だから食べるとこは近くにないみたいなんで、今から、やつとコンビニに行って、なんか買ってこよっかなと思ってます。で、あとはわかんないけど、非常にインスタライブとかやって過ごそうかな。というわけでコンビニに行きます。おはようございます。ただいまの時刻は3時です。嘘ですよ。さっきだって12時半ぐらいって言いましたもん。嘘じゃないですよ。嘘はダメですよ。早起きしました。これから軽くリハして、フラッパで頑張っていこうと思います。よろしくお願いします。今年もあと3ヶ月。そんなふうに、だって俺今天の声みたいな感じで喋ってたのにさ。はい、というわけでホテルの真下にあるコンビニはなんと全然見えねえ。はい、ミニストップでしたね。ミニストップに今から行っていろいろと買おうかなと思います。めちゃめちゃ買いました。お酒も4本も買っちゃったかな。やばいっすね。だけど僕はこれから帰ろうと思います。以上。いや。とりあえずリハ1日目、お疲れ様です。まあ、1本ビールあげてね、近くのミニストップでこちら若旦那、生姜の若旦那と、やな、まあ岩下新商品のやつとスモークタン買ってきたんで、これをつまみに、まあ、ちょっと飲んで、まあ、この後またちょっとね台本見て明日どうするかみたいなことを最終チェック1日目していきたいんで、あんまり飲みすぎちゃって寝ちゃってもあれなんですけど、ただ明日朝もね6時ぐらいに起きないといけないんで、まあそれもね、2、3時ぐらいに寝てかなって感じなんで、まあ今がこれ、ちょっと12時か、1時間ぐらいまあちょっと飲んで、その台本のやつ1時間ぐらいやって、まあ2、3時に寝てって感じで明日迎えようかなと思いますんで、まあちょっと食べてる様子を動画にしつつやっていこうかなと思います。まあ今日もね、本当は他の人とか、クロスケとか、ミネさんとかも来てるから一緒にあれしてもよかったんですけど、もう飯は自分でも帰る前に食べてない リハーサルの控え室にあったお弁当のご飯うまいな、柔らかい、めっちゃ食べやすい、それ食べてきちゃったから、まあこのツアーしか買ってないっていうのもあるし、ふざけてもまだリハ終わってないんですよね。で、ってかまあそもそも、うん、どっちにしろあれがあるんでね、台本ちょっと見直してネタとか仕込みたいんで、今日はさすがに誰とも飲みません。時間がないから一人でサクッと飲んで、本当はね、この模様をインスタライブしようかなと思ってたんですけど、まあ、この模様がなくても、ちょっとインスタライブしたいなと思ってたんですけど、スマホのね、スタンド持ってきてなかったんだよね。さっきも言ったっけ？スマホのスタンド持ってきてなくて、立てかけるものがなくて。しかも、
インスタライブだからさ、充電しながらやりたいじゃないですか。立てかけてやろうかなと思ったけど、ケーブル挿すの考えたらね、なんかこの部屋に替えがきそうなものが何もなかったから、今週はね、ちょっとキューパーの恒例のライブはできてなかったと思うんですけど、はあ、いやでもちょっと頑張んなきゃですね。初のフラパもオンライン開催で、周年とかでもね、ユーザーさん入れてやってたけど、今回は本当に無観客ライブだから、でもすごいと思ったからね、いろいろ詳しくは今の段階じゃ何も言えませんけど、すごいよ本当に。本気度が違うね、本気度が違う。ということで、今がね、10月の3日の1時40分ぐらいなんですけど、ビール2本飲んでインスタライブ終わりました。ようちゃんが途中でね、乱入してくるっていうね、サプライズ付きだったんですけど、もうなかなかない感じで面白かったかなって個人的には思います。で、ツイッターにね、あ、ライブあざしたみたいなの載せたら、みんなに、あ、おやすみなさい、お前酒もう終わりかみたいな感じで思われたんですけど、まだです。はい、本当にさ、多分俺このペースで飲んでる動画上げてさ、みんな普通に心配になるよね。心配になるぐらい飲んでると俺は思ってんだけど、うん、マジでアル中なんじゃないかなって最近ちょっと思ってる。でも毎日お酒飲んでないからな、まあなんとも言えないって感じかな。というわけでこんな感じでちょっとデイ1は終わりにしようかな。デイ1って言ってもそのリハの日なんで、一応ねデイ3工程で考えてるんですけど、デイ1は終わりかなって思いますので、明日の動画もお楽しみに。ちなみに明日は入り時間は遅いんですけど、上がり時間はちょっと早くて、ね、なんで明日はねちょっと少なめなんですけど、ってことなんで明日はね夜釣りに行こうかなと思って、一応釣り行く、もうみんなが動画見る頃にはね終わってるんで、はい、一応会場がそのどこだよってことをね告知しないって形にはなってるんですけど、一応都内で、あの海の近くっていうことなんで、釣りがね実はねできる場所なんですよ。はい、まあ、厳密にどことは言わないでおこうかなと思うんですけども、分かる人には分かるんじゃないかなっていうところなんで、一応釣りができそうなところがねなんか結構あるっぽいんで、明日は NB さんと釣りに行こうかなと思います。というわけで一日は終わり、お疲れ様でした。皆さんおやすみなさい。おはようございます、朝です。はい、朝です。嘘です、昼です。今日は、今は10月の3日土曜日12時47分です。なんでこんな声してるのかっていうと、昨日実は、はい、全部飲み切っちゃったんで、もうややぶっ飛んで寝ました。はい、まあでも2日目ですかっていうね感じかなと思うんで答えておくと、素晴らしい朝ですね。すがすがしいですね。もう2日は酔ってるのかもしれないけど、ちょうど調子いいぐらいかなと思います。このね、声がやばい問題に関しては、まあちょっと2、3時間ぐらい経ったら、なんだかんだ大丈夫になるんで、とりあえずちょっと朝ごはんでも食べようかな。すがすがしい朝だ。なんかね、僕の記憶が正しければ、昨日ホテルの鍵を、あ、そう、昨日の夜中に、人の部屋に行って、夜中っていうかもう朝だな、あれもはや。酒飲んでたんですけど、僕の記憶が正しければ、ホテルの鍵をなくしましたね。はい。フロントで新しい鍵を。再発行してもらって、してもらったんですけど、部屋の扉が開かなくて、すいません、助けてくださいってフロントの人に言って、フロントの人が迎えに来てくれて、部屋を開けてくれました。なぜか知らないですけど、中に2人も来ました。申し訳ございませんでしたってね、思ったんですけれども、絶好調だったんでね、その時の僕は。覚えてませんでしたね。ああ、ありましたね。箸なくしちゃったかと思っちゃった。ありました、ありました。危ない、危ない。いや、食べすぎてもう、ゴミ箱入んないんだけど。はい、だけ食べます。ちょっと開けるの失敗しちゃって、なんかちょっとずれちゃってんだけど。さ、押し寿司サンマバージョン。あと、なんか知んねえけど、カップ麺持ってたわ。買ってないんだよな、これ。聞いてみるか、ちょっと。サンマってうまくね？マジで。マジでサンマってうまいと思うんだよね。まあ、サバもうまくね？うん。イワシもうまくね？アジもうまくね？青物って美味しいよね。マグロとかはね、なんかね、別に嫌いとかじゃないんだけど、そんななんか聞かれないんだよね。めっちゃ好きってわけじゃないんだけど。あとサーモンはうまいね。ごちそうさまでした。じゃあ、とりあえずちょっと、次何するか考えます。
はい、というわけで今はですね、10月の3日土曜日18時52分ということで、今は1日目、Day 1の一番目玉のね、配信が終わって、出演が終わって帰ってきました。まあここで言うのもなんですし、メイン動画多分上がってると思うんですけど、見てくれた人はね、ありがとうございました。というわけでなんか今日お昼、そう15時だったんですけど、15時に行ってお弁当あんのかなと思ってたら、あの入り時間の関係で自分用のお弁当はなくってさ、でなんか朝食べたあのサバの押し寿司のやつちょっとしか食べないからめっちゃお腹空いたなと思ってお腹空いてたんですけど、なんとか耐えしのいでよちゃんとご飯食べに行こうと思ったところに、なんとお弁当があったんでお弁当をもらって帰ってきました。だけど今日はなんかね、サバの塩焼き、あーうまそうじゃん、サバの塩焼き弁当と、もう一個もらったんですけど、サバの味噌煮弁当もあって、それは明日の朝ごはんにしようかなと思ってます。あーこっちは白米です、はい、こんななんかいっぱいいいんですか、ってわけでいただかせていただきます。すいませんね、なんかねいつもこの飯食べてるばっかの動画だ。まあいいでしょうね、みんなもご飯食べながら見てくれ。あとなんかもういろいろなんか昨日も飲み散らかしたり食べ散らかしたりしすぎてゴミの量がすごい、もう部屋のなんかゴミ袋入んなくなってさ、ゴミ箱から袋出しちゃったもんね。あとこれちょっと温めてきたんだよね、レンジがすぐそこにあったから。おいしいかな。あんまこうやってさ出演することとかないんだけどさ、何が楽しみって、まあ、こういうのってやっぱ結構お弁当楽しみだよね。前とかだったらね、ケータリングとかもちょっとあったんだけどね、コロナのあれでバイキング形式みたいなのが基本的にはダメっていうかさ、推奨されなくなったから。あとこれ昨日も入ったの、これ好き、これなんか桜大根みたいなやつ。明日は朝めっちゃ早いんですよ、めっちゃめっちゃ早くて、食べ終わった後メインチャンネルの撮影して編集してアップして、MP さんもちょうどいいぐらいに終わると思うんで、終わったらちょっと釣りに行こうと思ってます。ちょっと釣りに行こうってやばいよね、発想がやばい、絶対ちょっとじゃないんだよな。なんかさ全然お弁当も美味しいんだけどさ、食べ比べちゃうとさあれなんだけどさ、やっぱりあのセブンイレブンで売ってるあの簡易包装されたサバって美味しいね。うん、あれすごい美味しいんだなって今思った。でもこれも美味しいんだけどさ、なんか向こうの方がなんかなんだろう、油っぽいというかさ。ごちそうさまでした。はい、ということで、フラッパー1日目終わった後に時間がまあ、ないじゃないんですけどあるっちゃあるんで、はい、空き時間用意して釣りに来ました、はい、有明ここはね有明じゃないんですよね、うん、もう、国際展示場東京ビッグサイトの方で、うん、水の広場公園ってところの一部っぽいんですけど、うん、ちょっと来てみました、うん、で一部ね釣り禁止のとこもあるんですけど、釣りができるところも今ね来てあったんで、やっていこうかなということで、多分釣り人さん一人いらっしゃるからかな、はい、なんで、まあ、ちょっとね小声でやりつつ、はい、まあ長時間には今回になると思うんですけども、うん、やっていこうかなと思いますので、やるぞ、準備。とりあえず飲んじゃいます、ウィズ。よいしょ。動画見て勉強してるんですけど、なんかね大体その釣り場となんかスペース釣りってしちゃうって YouTube はなんかいろんな人がいるんで結構動画出てるんですよね、うん、なんか今これいるのが結構端っぽくて、向こう側の奥に行くと L 字になってるっぽくて、ビッグサイト見えるもんね、ここは見えますね、まん前なんで、なんか奥が結構人気みたいですね。ちなみにあれから1時間半ぐらい経ったっけ、1時間ぐらい、1時間、ジャスト1時間ぐらいじゃないですか、ね、1時間ぐらい経って初めてすぐ雨降ってきたんですけど、今ちょうどまた止んで、うんうんうん、まあ、潮も今からちょっと良くなるみたいなんで、まあマックス2時までやって様子見るって感じですけど、うん、今のところ釣れてません、なんもないっす当たりもないんで、まあ今日ちょっと餌がねちょっと弱いっていうのもあるとは思うんですけど、うん、磯目とかないんでね、
そうですね、まあ、タックルもそもそも弱いからほんとちょい釣りみたいな感じで来てるところで、うんうん、何が釣れるかっていうところではありますけど、そうですね、でも魚はねベイトフィッシュみたいなのむっちゃいるんですよね、ペン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 しますよね、そう本当にだから夜景むっちゃ綺麗だなむっちゃいるんですよね見えないと思うんですけど水面は結構ねベイトらしきものは結構ワンサかマンサかいるんけど、まあ今日はちょっとルアーとかも持ってきてないんで、もうこういう場合だったらね本当ルアーとかの方がなんか良さそうな感じあるけど、こんな感じ、まあ、ちょっと引き続きやってくる時間、はい、というわけで今ちょっとね釣りから帰ってきたんですけど、あれからね釣れず当たりもなく釣り人さんはかなり増えてきたんですけど、まあ挑戦潮も動き出したみたいで潮位も上がるみたいな感じだったんですけど、まあ僕らも2時ぐらいで引き上げて今帰ってきたんですけど、坊主でした。